したか。ちょっとさ、つまみで。はい。今7試合目なんですけど、はい、7試合目の最後全然余裕っすね。絶対勝ちます。絶対勝ちます。今の僕はこういう風に、もう一回挑戦しようっていう。お疲れ様です。本日は大阪西九条でした。どこでしたか。ちょっとさ、不安で。はい。格闘技団体。はい。ちょっと指令が出ると、まあちょっと俺も紹介受けて YouTube やってるからっていうことで、まあぶっちゃけこれちょっと途中からオープニング撮ってるから、まあうちの知り合いが2人とも勝ったから、お父さんを知ってて、はい。お父さんの息子と。義理の弟、奥さんの兄弟かな、この格闘技とかあんまり見たことないんですけど、今日初めて来て、無事試合に勝ったっていいのか、まあちょっと本編を楽しんでください。うん、はい、はい。あ、試合が僕は7試合目なんですけど、はい、はい、7試合目の最後、何時から4時から試合開始なんで、だいたい2分2ラウンドなんで、はい、まあ、早い試合もあれば、遅い試合もあるんで、はい、開始なんでどんな感じ。対戦相手はまあ全然余裕っすね。KO してくれますか。KO したんですよ。KO 絶対します。はい、もう社長来てくれたんで。はい、はい、もうぜひ余裕さん、はい、受けたらいいから。はい、意気込み、後輩だ。じゃあ KO します。 KO 何試合目ですか。僕1試合目です。おー、キムゲンです。はい、今日はどうも。はい、余裕っす。あ、俺が一人だ。はい、もちろん豊くんがいるんで負けてらんないで。私何試合目ですか。これじゃあ手ですか。4試合目です。4試合目。はい、意気込みは。意気込みですか、はい。まあ、とりあえず最近ちょっとマッチングアプリで小林さんと知り合ったんで、はい、そうなんです。とりあえずちょっと今日落ちたら落としたいと思います。わ、はい、かりました。お願いします。本当ですか。じゃあ帰りますね。あの後何かあったんですか。何あったんですか。お兄さん一緒に酒飲んだのは3人ともう一人お知り合い2人ぐらいです。はい、はい、俺は呼んでないけど、まあ、たまたまおった女の子と女の子が来た。家まで上がったんですか。家まで行きました。いや、エッチできんかったっす。今日試合出るんだ。6試合目です。意気込みお願いします。絶対勝ちます。お、K-Watch、はい、6試合目。かっこいいな、赤いスマート。なんか、何 YouTube やったの。 YouTube ちょっとやりだしてる。今やりだして半分出てる。僕出てないです、まだ。はい、社長に憧れて、まあ一応それは本当に。ぜひまたインスタも、はい、お願いします。概要欄から飛んでください。お願いします。ナイチャンネル、オスハルキチャンネルです。試合負けたらそこモザイクかけて。はい、お願いします。お、ほんまやな。ちょっと今日勉強させてもらい来てますんで。一切まだいじってやつ。入ってきて一切いじってやつ。じゃあカーリーグは、うん、どこ行くの。違うんだよ、ほんま違うんだ。女性からですかね。初、やっぱ花が欲しいですから。うん、カメラ OK ですか。 OK です。20万人ぐらいいます。誰の応援に来たんですか。キムケン君です。はい、キムケン君。同僚だ。同僚。今回初めてです。あ、じゃあ初めて。どんな感じでお会いします。いや、長い長い長い。最後の応援メッセージだけお願いします。頑張れキムケン。頑張れ。オッケー。キムケン君。はい。彼女来てるやん。はい。どっちが本命ですか。彼女来てるやん。いやいや。え？二人の小物だよ。あ、いやいや。二人の彼女。二人の彼女。こんにちは。塗り替え道場って知ってますか。あ、登録は。あ、じゃあちょっと今登録なはい、応援メッセージお願いします。頑張れ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに出られないんですか。絶対強いですよね。
選手側のあっち側やと思うんですけどね。あそこ強そうやね。あちょっとギャング言っとくか。みんな大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今日は誰の応援に。お負けられへんな。みんなの前でかっこ悪いとこ見せられへんな。おこの子は最強なんで、あの次出るかもしれないです。え強そう。NHK をぶっ壊す。立花さん。あ、オッケー、オッケー、オッケー。頑張ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あ全然大丈夫、ちょっと汗だけですけど。まあ今の何になるんですか。スタッフの、あ僕はもうスタッフの副代表。副代表、副代表の。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トップの団体のこれが YouTube チャンネルもあるの。いやまだ YouTube チャンネルは開設してなくて、今後どんどん、はい、今回第1回なんで、はい、やっていこうやっていこうって形で。だけどこういうの結構金かかりますからね。まあそうですね、お金がかかります。終わってました。まあだからスポンサーみたいなことですか。まあスポンサーは今ちょっとだけですけど、おかげさまで参加ボードいただいてます。おー、こう投資化するんですか。いやいやいや、まだ第1回は全然でしょ。全然です。だから今後にかけてって感じです。おー、もう投資みたいなもん。トップで検索すればネットで出てくるんですか。あ、もちろん出てきます。ホームページは公式ホームページで出てきます。やっぱ地下格闘技だよ。いろんなどういう試合とかじゃないですか。地下格闘技ってなると若干喧嘩とか地形のイメージなんです。まああくまで私はキックボクシング、ボクシングなので、アマチュアのスポーツね、格闘技って形になります。オラオラの何でもありの喧嘩ルールではない。あ、なるほど。優しそうだもんな。優しそう。俺の運営者もらえとじゃないか。はい、私も28です。スポンサーくんです。結構してます。子供は子供います。あー、いそうだ。いや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 、あ、ぜひ楽しんでてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと大丈夫ですか。強そうっすね、ムキムキっすね。選手じゃないらしい、なんかめちゃくちゃ優しそうっすけどね。ちょっと見ないと気になりますか。いやいや、カメラの多分この優しさが伝わらん。めちゃくちゃ優しい。今の僕がこういうふうに格闘技にまた挑戦しようっていう気持ちをさせてくれたから、本当に社長と一緒で何でもやって今だ。もうそういうのじゃなくて、本当に毎回僕の試合で忙しい中、絶対来てくれるんで。でも今、売り出しの、あ、いやいやいや、こっちはもう確実に選手ですよね。胸筋呼ばし。今日は試合目ですか。今日は6試合目で。めちゃくちゃいいからだろうね。やばいっすね。体やばいっすね。韓国か。僕韓国半分違いです。まあ母ちゃんがあるから、韓国。俳優なんですか。俳優とモデル。俳優とモデル。すごい彼女。この前もアベマ TV のドラマアベマに出てたらしいですよ。アベマの何ですか。格闘技系恋愛バラエティ。あ、マジ。はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも YouTube 見てたんで。あ、見てたの。最後ちょっと下がりにしません。下がりにしません。やってることが下がりにしません。登録してますんで。あ、マジですか。はい、本当ですか。あ、マジですか。登録してます。見たかもしれん。見たかもしれん。おー、健太行けよ。ほらー、あほら、君はい、
ーディングより、つかみより、口頭注意。はい、行きます。はい、あんまり横から振り回さんで、ジャブ、まずいでジャブでいい。入ってる、入ってる、入ってる。おーおい、ケーブル押しとるやんけ。おーい、ナイスナイス、全然違う全然違う。いけけんだ、いいよいいよ。全然違う全然違う。現代ぞ。はい。せー。ハンバーグコーナー。ハンバーグ。ラウンド。ちゃんと書き取りに行こうよ。
いけるよ。おー、いいっすね、いいっすね。ほら、ローも入る、ジャブも入る、ローも入る。いける、いける、いける、いける。ナイスだー、いいよいいよ。そのステップインステップアップめっちゃいいよ。オッケーオッケー。さあ、あ、いいよ、いいよ。はい、ハルシさん、30秒。はい、ロー入る、ロー入るし、ジャブも入る。オッケー、ナイス。ほら、相手顔ができてないわ。ジャブ入ってますわ。ほら、ローも入る。Yeah!
判定の結果を説明いたします。ジャッジ1、20対18、青優香。ジャッジ2、19対18、青優香。Yeah.